イサシオカジェハ・ガルシアは、スペイン・カスティーリアイ・レオン州、ビジャムリエル・デ・セラート出身の元サッカー選手。ポジションは DF だった。1958年にアトレティコ・マドリードで、プロデビューし、1972年に、同クラブで現役を引退した。スペイン代表が1964を欧州、ネーションズカップを制した、最後メンバーでもある。パレンシア県のビジャムリエル・デ・セラートに生まれた。 1958年にアトレティコマドリードのトップチーム選手に登録されたが、その1958年は経験を積むために当時三部に在籍していた CD グアダラハラへとレンタルされた。1959年1月にアトレティコマドリードへ復帰すると直後のレアルオビエド戦でラリーがデビューを果たした。アトレティコマドリードにレンタルバックしてからはクラブの中心選手として活躍し、 1960から70年代のクラブの黄金期を兼任した。また、1969から70シーズンにはリーグ優勝がかかった CE サバデルとの一戦で決勝点を挙げ、自身二度目となるリーグ優勝に貢献した。1971から72シーズン、4回目のコパデルレー優勝を果たして、シーズン終了後に現役を引退。 14年にも及ぶアトレティコ・マドリードでの選手生活で公式戦425試合に出場した。1961年4月19日、ウェールズ代表とのワールドカップ予選でスペイン A 代表デビューを飾った。1964年に開催された欧州、ネーションズカップでは決勝を除く4試合に先発フル出場。スペイン代表の大会制覇に一役買った。 現役を引退後は、大学にて法学を学び、マドリードの裁判所で裁判官として働いた。2019年2月4日、マドリードにて死去。ありがとうございます。